ップに並んで、おはみだれ信長が天下統一へ、黒くれない皇帝開国の波。1336年建武の新政の開始、足利尊氏による室町幕府の設立、日本の歴史で初めて幕府が京都に置かれる。1467年、お院の乱、室町幕府の権威が失墜し、日本全国に戦国時代が幕を開けるきっかけとなった内戦。1482年、銀閣寺の建立、八代将軍足利義政によって建立された。室町文化の粋を集めた文化財、安土桃山時代。1573年、織田信長による天下統一への道、足利義昭を追放し、室町幕府を秩序滅ぼす。1582年、本能寺の変、織田信長が幕府の明智光秀によって討たれる。1600年、関ヶ原の戦い、東軍の徳川家康が勝利し、日本全国を掌握。江戸時代への治承塔となる。江戸時代1614年、大阪の地、徳川家康が豊臣家を滅ぼし、政権の安定を図る。1635年、鎖国政策の実施、日本を外国から隔絶し、国内の平和と秩序を保つための政策。1853年、天理愛好と日米和親条約の締結、アメリカの圧力により日本は開国を迫られる。幕末の動乱の始まり。